明日の10入賞戦は合計4つのレース男女それぞれベスト12をかけてのポイント争いです男子の予選競争はこれが最後となりました第11レースのスナッチ選抜です さて路いですがピット離れ遅れたのは5番の大橋ですが回り込んできています1コース2コースとどうやら定番通りそして5番の大橋回り込んでコース奪ってきました3コースに決まります5番の大橋がスタート展示同様3コースで並び決まります後ろ3艇はこのままですとダッシュ戦となりそうです 1>, 1コースが1番の石塚悠介前半戦、まくり出して勝っています1番石塚のイ線そして2コースには2番の中里正史この内枠の2人上位着で順優2号艇が手に入るかというところ5番の大橋伸之並びにして3コースそしてダッシュが3人4コース角は得点に数断トツのトップ3番の沖津愛順遊1号艇得点にストップの座は目前となってきました3番の沖津 そして4番伊藤正義が5コース。こちらは2着で準優1号艇が手に入ります。そして、大外6コース6番の森永隆は勝負がけ2着6点、ちょうどボーダー上回ります。進入インコースから1番2番5番3番4番6番です。スタートしました。 ダッシュに乗って外3人いいスタートになりました4コース角から一気に内側叩いていく3番のオキ津内側3手抵抗できません3番のオキ津がまくり切る乗っていこうという4番の伊藤でしたが内が壁になってこれは届かず2番手争いは内から立て直して2番の中里さして上がってきた6番の森田が続くスタートは前提正常でした3番のオキ津が先頭2番手さあ内から6番の森田が並びかける2マークの旋回生かして差し返すのが2番の中里 ここは差しが決まる外からつけまいで1番の石塚3番手、した今度は1番の石塚2番手、2番中里を追いまして差が一気に1点進路詰まりました上位3点は3番、2番、1番2周の1マーク2番手、2番中里外から1番の石塚でバック・テレッジに移りますさらにこの争いに6番の森永ももう1回差を詰めています 先頭三番の置きすば一人独走。そして二番手、二番中里はやや抜け出しました。三番手、一番石塚のうち、並びかけて、六番の森永、二周二マークの旋回です。三番手、六番の森永。ここは先に丸。一番の石塚の差しが入ってきています。もう連れてきました。三番手の水は、インコース、一番の石塚、アウトコース、六番の森永でほぼ並んでいます。二番手、二番中里のリードは広がりました。最後の一マークです。 先頭が3番のキス2番手、2番の中佐藤3番手は6番の森永外を回って内から1番の石塚まだここは3番手決着つきませんインコース1番の石塚アウトコース6番の森永とほとんど並んだ状態です3連単の3番、2番1番では42.9倍のッツ3番、2番、6番では135.5倍のッツ3番手、1番の石塚ちょっとバタついた外からかわしたか6番の森永 間もなくゴール、先頭は3番、沖津、五輪2番、中里合輪、五輪6番、1番の順で五輪4番、伊藤合輪、五輪5番、大橋、五輪。